はい、ブレイブリーセカンドエンドレイヤー実況プレイパート39やっていきたいと思います。前回は帝国のアスタリスク所持者、パネットーネと戦いまして、パティシエのアスタリスクを入手しました。でね、マグノリアが透明状態にされてしまったっていうことでね、仮死状態か、なんとかしてやりたい。で、お風呂に入ったらなんか治るんじゃねえのっていうことで、まあ、早速ね、やっていきましょう。生き返る。本当だね。ティズさん、どうです？俺、あれから筋トレをしているんです。毎晩腕立て腹筋を20回も。たくましくなってきましたかね。そうだね。ちなみに僕は朝晩50回ずつやっているけどね。さすがっす、テズさん。失礼します。お殿様のお使いから聞きましたよ。町を救ってくださったんですってね。ああ、たまたまっていうか、なんていうか。またまたご謙遜。大活躍だったらしいじゃないですか。そんなこと。さあ、宴のご用意ができましたよ。冷めないうちにどうぞ。お、はい、今。ふう、すごいごちそうでしたね。まさに三階の珍味。でもダメ、もう入んない。喜んでいただけたようで何よりですわ。私も腕を振るった甲斐がありました。え、あの料理さくらさんが作ってくれたんですか？はい。何しろこの湯屋の従業員は私だけですので。何だと？お風呂場掃除から帳場に板場まで一人で回しております。そりゃすげえ。すごすぎる。スーパーな会社だったんだね、さくらさんって。あらあら、褒めすぎですわ。でもありがとうございます。ところで皆様、もうお休みですか？うん、僕はそのつもり。お殿様から大量の柚子が届けられましたので、今夜は柚子湯にしましたので、お休みの前にもう一風呂いかがでしょうか？やたらと進めるね。柚子湯？何かしら。お湯に柚子っていう柑橘類を浮かべて入浴するんだって。俺それダメなんだよ。めちゃめちゃ体痒くなるんだよね。あら、いいわね。せっかくのゆず湯だし、ぜひとも堪能しておきたいね。うん、僕は疲れたから部屋に戻って休むよ。もう限界かも。私もちょっと食べ過ぎたからやめとくね。わかりました。それじゃあまた後で。何度入ってもいい湯だな。それにこの柚子の香り、体もポッカポカだよ。ねえマグノリア。ん？どうしたの？この間はごめんね。花のこと、俺月の習慣とか全然知らなくて。気にしないで。私が勝手に勘違いしていただけだし。出会ったばかりなのに結婚を申し込んでくれるなんて、確かに変なものね。
でもね、嬉しかったのは本当なのよ。その場で受けちゃおうかと思ったくらい。どうしてそれは秘密。ただし一目惚れとかとはちょっと違うわよ。そっか。じゃあいつか話してよね。どうしよっかな。いつまでもこうしてるわけにはいかないのよね。うん。これからどうするか。浮遊場を追う目的は変わらないけど、外洋を突っ切る船を調達する必要がある。それにハルトシルトの人たちのこともあるわ。この温泉のお湯を届けたいけど、一度冷めてしまうと効果が消えてしまうらしいのよ。あの昇天状態ってその場からほとんど動けないそうじゃないか。ハルトシルトの人たちにここに来てもらうって手も使えそうにないよね。困ったな。困っているようだね、君たち。この声はまさか紫のペンの人？妙なあだ名をつけられたものだな。だがストーカーや幽霊などと呼ばれるよりはいくらか通りがいいか。あなたに新しいあだ名をプレゼントするわ。のぞき魔。え？いやいや、お風呂をのぞきたいなんて思ったこともないぞ。ただ君たちの助けになりたくてね、出てきたのさ。チャンスともやしの足は早い。この機会を逃してはならない。何を言ってるのか分かりません。俺も分かりません。すでに君たちは船を見つけているんだよ。え？どういうこと？この様も言っていたじゃないか、実にいい船がある私が修理しておいた。そう、発進だ。うわ、なに。え、ちょっと何これ。いえ、俺たちにも何が何だか。一体何の騒ぎだい。気持ちよく眠ってたってのに。よくわからないんですけど、紫のペンの人が現れて。紫のペンの人が？ええ、私も声を聞いたわ。って、あの人がここにいるの？声は上の方から聞こえました。行ってみましょう。やたらブレるな、音声。しばらく見てなかった。わ、1分。全部1分やん。紫のペンの人は
ここから声をかけてきたんでしょうか。でも姿が見えないな。どうしてすぐ姿を消してしまうんだろう。おお、動いたでバスか。何年ぶりのことであろうか。あらまあ、この部屋、布団をしまう部屋だとばかり思ってました。お、お殿様にさくらさん。よもやこの船を直せる者がいるとは思いもよらなかったでバス。殿様、お願いがあります。この船を貸していただけませんか。この全開の湯をハルトシルトへ温かいまま運んで、昇天状態の人々を治してやりたいんです。おお、我が国だけでなくハルトシルトまで助けてくれると申すでバスか。うん、気に入ったでバス。この船は湯の花の宝なれど、たった今よりそなたたちに差し上げるでバス。ハルトシルトを救った後はこの船を自由に使って皇帝を追い詰めるバスよ。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。よし、これでハルトシルトまで全開の湯を運べますね。私の乗ってきた船とは全然違うのね。誰か操縦できそうな人いる？一応できるわよ。一応。お、成長したね。本当か？危険な匂いしかしないぞ。なるほどね。これならなんとかなりそうだよ。さすがイデアさん。よし、それじゃあイデア、ハルトシルトに向かって。了解。おもかじいっぱい、全速前進。はいはい、概要、概要方向線。はいはい、ハルトシルトまで行こうとね。よかったね。ボロ船脱却。やっぱり普通に戦闘ある。はい、そうですよね。そりゃそうだ。消費しちゃうからな。間違えた。オッケー、病院。降りるってばやっぱり砂浜なのかな。お、なんだ、ウサギ。超強えじゃん、忍者ら。さすがだね。
全然ダメ。精霊魔法より黒魔法の方がいいのかな。でもレベル5か。いろんな属性つけるけどいるかな。歌手の材料を集めなきゃいけないのか。へえ、これがハルトシルトの海岸ですか。そうですよ。って、まだ降りてなかったんですか。え、どうして私が。どうしてって、俺たちと一緒にいるといつ危険に巻き込まれるか分かりませんよ。それを聞いたらなおさらです。私はこの船に残りますよ。危険な旅の間、お客様方が傷つかれることもあるでしょう。そんな時は私がいつでも極上の癒しをご提供いたします。拠点としては最高だけどね。これからもずっとさくらさんのお料理が食べれるんだね。もちろんですわ。毎日腕に撚りをかけて。やったー。うん、ハルトシルトに入る前に一応セーブしようか。回復しときゃよかったかな。ダメ、屋敷の中も誰一人見当たらない。一人残らず昇天しちゃってるんだ。お、なんだこの音。街の外のようだね。だんだん近づいてくるよ。軍曹殿、軍曹殿。もうすぐハルトシルトに到着しますけど。この鈍足目のせいでパネットーネ殿から報告が来てからだいぶ時間を食ってしまったな。一日に3回はオーバーヒートしてましたからね。ハルトシルト攻略の好機であった。まあいい、さっさと片付けてしまうぞ。とっととハルトシルトの町を破壊して浮遊城に戻らんと置いてけぼりを食らうからな。あ、あんで、キャラン軍曹殿、誰かいます。構わん、邪魔するやつは踏み潰せ。な、何あれ。あれは帝国のマーク。随分と不格好で原始的な機械兵器ね。かっこいい。うん、なんかいいよね。あの武骨さというか頑健な感じというか。ユウ、イデア、何見とれてるの。来るよ。なんか喋ってる。効果よく分かってないんだよな。成果の弱体化。これいけるな。
待て、まずデフォルトで蓄えよう。ギリザード系なかなか激しいね。キャランとポラン、これとっとと倒した方がいいのかな。となるとちょっとパティスリー温存して、ウォーヘッドの水属性とハープーンつけて、でチャランとポランを先に倒そう。司令と山に登れ、まるまるまるふた。さあイエスさん、ボイラー温度上昇。頼むぞ、間違っても冷やすな。いいか、絶対だぞ。冷やすんだって。一気に行こうかな。あ、効果書いてんじゃん。強すぎるな。まさか我が軍の次期主力決戦兵器がたった4人のガキにやられるだと。軍曹殿、軍曹殿、本部からの指令です。ピロイロリーンって。浮遊城ディアマンテは明日未明をもって次なる目的地への移動を開始するみたいです。速やかに帰還を果たせ、さもなくば置いていく。あら、こりゃ大変ですな軍曹殿。なお
機体を遺棄する際には必ず爆破し、軍曹殿、機体に息を弾ませるんですって。あ、ここで終わっております。尻切れトンボの鬼ヤンマなのです。いやむを得ん、自爆レバーを引け。しかし構わん、敵の手にこの機体を渡すわけにはいかんのだ。引けません。盛大にぶっ壊れてますから、根元からポッキリです。何？退却だ。急げ。歩いた方が早いんじゃないですかね、軍曹殿。黙れ。ガシャコンガシャコンと、最後まで不格好だったわね。かっこいい。一台欲しい。それはそうと、町の人々をどうやって元に戻すか。町の隅々まで温泉をまくのは大変そうね。お湯が冷めちゃってもいけないし。じゃあ大きなシャワーで町中にお湯をまくってのはどう？グッドアイデアですよ。それでは大きなシャワーを出してください、イデアさん。ぬぐぐ、なんかムカつく。いや、明暗だよ、イデア。町の中心に噴水があったよね。その配管と湯船をつなげれば。さすがキズさん。やば、ハモっちゃったよ。それじゃあ、あれが噴水に続くパイプかな。よし、じゃあ早速作業に取り掛かろう。オッケー、つなげたわ。よし、バルブ全開、放水開始だ。あれ、この暖かい雨は、みんなの姿が見えるわ。体も動く、また戻った。やった、町の人たちが元に戻った。よかった、無事ハルトシルトも元通りだね。みんなお疲れ様。皆さん、またしてもお世話になりました。おかげさまで体の具合も完全に良くなりました。いえいえ、無事でよかったです。でも夫はまた戦地に。夫の傷が癒えたのはこの上なく嬉しいことですが、少し残念な気持ちもありますわ。すまないエレオノーレ、今度こそなるべく帰るようにはするから。あなた、暑い暑い、温泉のせいだけじゃないね。互いを思い愛し合う二人、しかし悲しいかな、二人にはやらなくてはならないことがある。国を守らねばならない夫、夫が帰る家を守らねばならない妻、二人の愛を引き裂くは、どうした？使命というあまりに重い責任。使命、ただそれだけのために。愛し合う二人は寄り添うことすらできない。夫婦とは一体何のために。マグノリア、どうしちゃったの？グッドマンさんとエレオノーレさんの愛に当てられちゃったのかな。もしかしたら月での夫婦というのはこっちのとは比べられないくらい意味があるのかも。まあでも気持ちはわかるかな。私もあの二人羨ましいなとか思ったし。じゃあ今度はイデアさんの一人語り行っちゃいますか。拒否します。さあ、それじゃあ出発しますか。ああ、水の神殿へ急ごう。よっしゃー、で水の神殿か。
うん。じゃあ、とりあえず今回はここまでにさせていただきますと、まあ、次回は水の神殿に行けっていうことでいいんだよね。はい。ではあれか、フローエルか。はい。まあ、多分次第3章っていうことでね、また、サブイベントとかでね、いろいろクエスト、まあ、アスタリスクもね、手に入ると思いますのでね、どういった成長ができるのか、楽しみです。では、ブレイブリーセカンドエントリー実況プレイパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。